どうもこんにちは、根岸です。本日はこちらのお話です。はい、というわけで今回は先ほどの機械を紹介したいと思います。 DVD レコーダー一体型の VHS デッキですね。まあ、今回もですね VHS から DVD へダビングをしてみて、まあ、プレイヤーで実際に見てみたいと思います。はい、今回使用するのはシャープの DVHRW40 です。前面はこのような形になってます。結構可愛らしい印象ですね。まあ、ここにビデオが入って、こっち側の DVD のトレイですね。で、各種ボタン類がここにあります。ボタンも非常に分かりやすいですね。これこっち側のビデオテープの操作する方で、まあ、こっち側、まあ、ハードディスクだったり DVD をいじるボタンですね。で、ダビングっていう項目があるので、まあ、ここで簡単にダビングすることができます。背面はこのような形になってます。まあ、ここに排気のファンがあって、端子類ですね、 S 端子の入出力もついてます。あとコンポジットですね。あとこちらの機種結構こう持った感じ軽いですね。他の DVD 一体型のレコーダーもうちょっと重かったんですけど、この機種はなんかすごい軽い感じがします。それでは実際にテレビにつないでみて、まあ、映像を映しながら DVD でダビングしたいと思います。まず端子をこの出力の部分に挿します。まあ、今回はちょっと S ではなくこの通常のコンポジットケーブルを使いたいと思います。この色通りにこのように刺します。で、必ずここ刺すときは入力と出力ってあるんですが、出力に刺してください。要は入力は外部からここに映像だったり音声が入る端子ですね。出力はここから映像や音声を出す端子になります。なのでここから出た映像だったり音声がテレビに入力されて映るといった流れになるので、必ずこの出力という方に挿してください。で、映像を映したいテレビ この入力の方に逆側の端子を挿します。はい、これで接続完了です。はい、では電源をつけたいと思います。この電源ボタンを押すと、このように画面が表示されます。特にメニューで設定する必要はないと思うんですけども、まあ、何か変えたい場合はこちらのメニューのところですね、この初期設定で変えてあげるといいのかなと思います。はい、では先にちょっとビデオテープ入れて再生確認だけしてみたいと思います。まあ、こちらにテープを入れます。そうするともうこのように自動で再生されます。例えば早送り巻き戻しに関してはこの本体の方で触って再生してもいいですし、リモコンのこの部分で早送りして再生でも大丈夫です。どちらでも操作できます。例えば問題なく再生できているので DVD へダビングしてみたいと思います。では停止で止めて、でこの巻き戻しでテープを一番最初まで戻します。はい、で一番最初まで戻ったら、今度は DVD をこっちのトレイに入れてセットします。 DVD トレイの開閉ボタンがあるのでこうします。でここにセットしてもう一度閉じるボタンを押します。で DVD へ録画する品質を選ぶことができます。まずリモコンの DVD ボタンを押してもらうと、このようにここに DVD という文字が出て、まあ、DVD のモードになります。で DVD のモードにした後にここですね、録画画質というボタンがあるので、これを押すと、まあ、この画面下に案内が出てきます。 EP の場合は DVD この DVD に6時間で、 SLP の場合は8時間、 SEP は10時間、 XP だともう1時間記録されます、記録できますよっていう案内が出ます。要はこの収録できる分数が短ければ短いほど品質が良くなります。まあ、今回はこの2時間入る SP モードで録画してみたいと思います。はい、でここで選択できたら、あとは本体にあるこのビデオ DVD というですね、ダビングのところにあるビデオから DVD というボタンを押します。そうするともう自動的にダビングが開始されます。無事ダビングができてますね。ダビングしてるときはここに赤い録画ボタンがついてますね。あとは最後まで再生してダビングするだけです。最後までダビングできたら、ここの停止ボタンを押して録画も停止します。まだ途中ですけども、まあ、最後までいったと仮定して録画を止めたいと思います。でこの停止ボタンですね、ここを押すとこのように画面の方にも停止ボタンになって、まあ、このようにダビングを停止したという案内が出ます。はい、これで、ダビングは完了しました。あとはこの DVD を他のプレイヤーで見れるようにファイナライズという処理をします。ちょっと一度ですね、このファイナライズしない状態でプレイヤーに入れるとどうなるか見せたいと思います。ではこちらの、まだファイナライズしてないディスクを入れてみたいと思います。このように、読み込んだまま再生がされない状態になってしまいます。なのでまた一度こちらのレコーダーに DVD を戻してファイナライズ処理をしたいと思います。セットできました。そしたらスタートメニューというボタンを押すと、まあ、DVD メニューのところにファイナライズというものがあるので、これを選びます。そうするとファイナライズしますかっていう案内が出るので、これをはいにします。そうすると先ほどのプレイヤーでも見れるようになるんですけども、ファイナライズを一度したものは新たにこう追記することができなくなってしまうので、必ずテープを全てダビングし終えてからファイナライズするようにしてください。ではファイナライズしますからので、はいを選択して、本当にいいですか、ではいを押します。そうするとこのようにメーターが出て、ファイナライズをどんどん進めていきます。これも、完了するまで待ちたいと思います。
はい、ちょっとすいません、テレビの画面消しちゃったんですけども、ファイナリズが完了しました。先ほどのプレイヤーで再生できるか見てみたいと思います。はい、そうするとこのように、メニューが出てきますね。ビデオ USB という項目でダビングされています。でこれを選択して決定を押すと、このように先ほどダビングした、ビデオが見れます。無事ダビングができましたね。もたなく DVD が再生できました。例えばこの VHS からデータにしたいなっていう場合は、テレビに挿してたこの端子を、これあのアナログって言って SD カードにダビングできるものなんですけども、 こっちにやるとビデオをダビングする、この中の SD カードにビデオをダビングするっていうことをすればデータにも変換することができます。まあ、このアナログへのダビングに関しては、別の動画で紹介しているので、そちらをご覧ください。はい、これでダビングを完了したいと思います。ダビングが終わりました。まあ、やはりもう操作自体は簡単ですね。まあ、ファイナライズの部分だけ注意しておけば、もう本当に DVD へダビングすることは簡単だと思います。まあ、実際変換してる時も説明したんですけども、その要はデータで欲しい場合はケーブルをアナログにつなぎ直して、アナログで SD カードにする、 SD カードへ変換するっていうことができれば DVD データ両方変換できるかなと思います。はい、というわけで今回のビデオデッキについても評価させていただきたいと思います。まず、使いやすさですね。使いやすさはそうですね、もう操作は全く問題ないかなと思います。実際のところその細かな設定もしないと思うので、必要最低限のボタンでダビングできるのかなと思います。なので使いやすさに関しては、5をつけたいと思います。次に品質ですね。今回のビデオデッキがですね、 SVHS ってやつに対応はしてないんですね。ちょっと以前紹介させていただいたんですけども、通常の VHS で結構品質よく収録できるっていう企画のものなんですけども、ただ、Hi-Fi って言って音声を向上させる企画があるんですね。それには対応してます。まあ、なのでその分でちょっと品質が落ちるかなっていうところを考慮して、まあ、品質に関しては3をつけさせていただきたいと思います。次にダビングですね。まあこの1台で DVD にできるっていうところですよね。まあ本当に簡単な操作で DVD へダビングできてしまうっていうところで、データが欲しければケーブルを差し替えてアナログに変換するっていうこともできます。まあ、なのでダビングに関しては5をつけたいと思います。まあ、最後にコスパですね。まあ、コスパに関しては、まあ、以前も紹介したパナソニックの DVD 一体型のビデオデッキとほぼ金額は変わらないぐらいですかね。まあ、手に入りやすいですし、まあ、価格帯もそこまで高価なものではないと思うので、そういった面では非常にいいのかなと思います。その SVHS 対応してなかったりっていう部分で若干落ちるところがあるので、まあもう少し安いとありがたいかなっていうところですかね。なので、コスパに関しては3をつけたいと思います。はい、今回はこのように評価をさせていただきました。まあ、本来はテレビにつないで、レコーダーとしても使えていたので、かなりこう多機能にわたる使い方をできてたんですけども、まあ今チューナーが対応してなかったりでテレビを録画したりっていうレコーダーとしての役割はちょっとできないですけど、この VHS を DVD にするだけでもとても助かる機械だと思うので、ビデオテープをどうしようかなって悩んでらっしゃる方は、こちらの機械などを使ってダビングしてみてはいかがでしょうか。当店で、機材のレンタルもしております。 VHS でないビデオテープから DVD にしたり SD カードにしたりっていう機材も揃えております。詳細は概要に書いておきますので、よろしければこちらもご覧ください。はい、というわけで今回は DVHRW40 を紹介させていただきました。この動画が参考になったと思う方は、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとこちらに別の動画もございますので、よろしければご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。